Thank you.
あんた、やるね。よくここが分かったじゃないか。懲役千年が2000年になったところで、私には関係ないさ。勇ましいね。それでこそパリ歌劇団の隊員にふさわしいよ。担当直入に言うよ。ロベリア、あんたパリ歌劇団にお入り。パリ歌劇団？パリの平和を守る秘密部隊。警察も軍も関係ない超法規的な部隊だよ。
歌劇団にいる間は、あんたの自由を保証してあげるよ。何度も言うが、飲んだ。自由なんて簡単に手に入る。あんたにもらうつもりはない。簡単に手に入るか。今のあんたが自分自身で手に入れられるものは何もない。チッ、私が欲しけりゃもっと別なものをよこしな。どこまで本気か見せてみなよ。ほう、それもいいね。で、何年ぐらい減らしてくれるんだい？そうだね、手柄一つにつき懲役を10年減らしてやるよ。どうだい？悪かないだろ。話がうますぎる。何か裏がありそうだな。本当のことを言いな。あんたにしてもらうのは命がけの仕事だ。当然だが死ぬ可能性もある。ほう、それで？私は平和を守れなんて言わないよ。ただ自分のためだけに働けばいい。自分のためね。決めるのはあんただよ。さあ、どうするんだい？ロベリアさんなら大丈夫です。心の汚い人があんな綺麗なダンスできるはずがありません。所詮は悪党だ。改心したようには見えん。どうだい、私のダンスは魅力的だったろう。ロベリアさん、最高でした。ファンになっちゃいました。
ねえだ。泥棒なんてあっち行け。確かに筋がいいが、品位がない。下品だ。子供たちには聞いてないよ。あんたに聞いてんだ。どうなんだい？大体悪党家業ってのはね、何でもできないとダメなのさ。ちょいと男どもには刺激が強すぎたかもしれないけどね。いやー大神くん、席は空いてるかな。捕まってパリの街も静かになったよ。いらっしゃい。一名様ですか。ロベリア、いつ脱獄したんだ。おやおや、警部じゃないか。何を騒いでるんだ。警部、どうだい？新しく入ったうちの踊り子は。かわいいだろう？ソフィーラと言います。よろしくお願いします。サフィールさん、踊り子ですか。見た目はそっくりですが、性格はまるで別人ですな。いやー、それにしても美しい。やだ、あんまり見ないで。恥ずかしいですわ。警部、悪党ロベリアとは似ても似つかないだろう。あ、そうですな。これは失敬。本館年がいもなく惚れてしまいそうですよ。やだ、私も警部さんに一目惚れしちゃったかも。ねえ一郎、これって本当にロベリア？もしかして別人なんじゃ。
にロベリア。チリは地力の邪魔なんだよ。どうかされましたか？なんでもありませんわ。ここ数週間、夜な夜な美術館に忍び込んで名画を切り裂く奴がいましてな。私はロベリアが刑務所を抜け出してやっているのかと思っていたんですよ。あのロベリアなら脱獄なんて簡単だろうけどね。犯人とは違うんじゃないか。そう思うよね、オーガン。そうですか。あのロベリアなら名画を切り裂くなんてもったいないことをしませんわ。そうですな。あの小汚い主戦度なら盗んで売り払うでしょうからな。その通りですわよ。ロベリアは極悪人ですものね。私は仕事に戻るよ。ケイブはゆっくりとレビューを楽しんでっておくれ。私も行きます。今度は私のレビュー見に来てくださいね。もう行かれるんですか？サフィールさん、次のレビューは必ず見に来ますからね。美術館の件調べる必要がありそうだね。後で作戦指令室に集合だよ。
よ、隊長。遅かったじゃないか。ま、こっち来いよ。あるわけないでしょ。私はロベリアと大人の話をしていただけよ。ああ、そうだよ。ナーデルも話してみると、結構いいやつでさ。一緒に美術館を襲う話をしてたの。しようかね。私は今のパリなんてどうなったっていいしね。条件次第だね。
できれば勝つ方の味方になりたいしね。もうすぐこのパリは私のものになるわ。その時はパリの半分でどう？それも悪くない。体調はどうするんだい？私に何をくれるんだい？許さないだろう。それならどうするんだい？どうするの、ロベリア。手を貸しましょうか。冗談だよ、隊長。あんたをからかっただけさ。怪人の味方になんかならないよ。なんですって？あなた正気なの？パリの半分を諦めるの？ルーブルの絵すべて私の蒸気銃で芸術にしてあげるわ。ああ逃げられちまったわ。もう少しで捕まえられたのにさ。そいつはどうかな。パリ半分は魅力的だったしね。でもさっきのあんたかっこよかったよ。惚れそうなくらいにね。
幼稚な絵を喜ぶのかしら。芸術の都と呼ばれたパリもたかが知れてるわ。これも芸術にしてあげましょう。やれるもんならやってみな。なんですって？でもできればやらないでくださいね。はい、お前は黙ってろ。参上。ロベリアさん、ここのセリフは、パリ歌劇団参上って教えたじゃないですか。やかましい。お前のせいでタイミングが狂ったんだろうが。ロベリア、何しに来たの？パリ半分の話、受ける気になったのかしら？何言ってんだ？変なのは髪型だけかと思ったら、頭の中まで変なんだな。よくも言ったわね。絶対許してあげないわ。行きなさい、ボンドも。あのハレンチな女をズタズタに引き裂くのよ。
思い出せ火の恐怖を。ヤンマウンギャッ。いい式だな。楽に儲けられるよ。
なる荒波の力を我が手にクロスバーン。楽に儲けられるよ。
あまたなる奇跡の光よ。届く。私の獲物も腕前を見
ジックショーが始まるよ。残ったのはあんただけだ。さて、どうする？助けでも呼んでみるかい？そうね。それもいいかもしれないわ。バカな。この私が見逃すとでも思っているのか？それなら、彼女を人質にすれば逃げられるのかしら。あ、モザリナ、フランスを代表する名画だぞ。なかったら、おとなしく道を開けなさい。簡単な引き算さ。こうすればいいんだよ。あの絵を命より大切にしていたのに。そうだよ、ロベリア。後でグランマに怒ってもらうからね。うるさいな。私らは怪人を倒すのが何よりも重要なんだろう。見ろよ。ロベリア、それじゃ僕たちの方が悪者みたいだよ。どうするのよ。出てください。蒸気銃ノクチュルヌ。
が、あなたたちを生きた芸術にしてあげるわ。光栄に思いなさい。隊長、バッチリ儲けさせてくれよ。炎を見るたび思い出せ火の恐怖を。ヤンマウンギャ。
鋼の力を我が手にクロスバーン。あまたの奇跡の光を届け心に。芸術にしてあげるわ。はっ、これでどう。まだまだ。はっ、うわっ。マジックショーが始まっ。はい、よっ、うっ、こら、スタート、やめるじゃないよ、うっ、こら、こら、してくれる。行くわよ。いてて。いてて。行くわよ。まだまだ。はっ、いてて。あいた。うわっ。
隊長。できない。愚か者にやられるなんて。私が、このナーデルが最高の芸術になるのよ。そうだ、モザリナ、燃やしちゃったけどどうしよう。それならご心配には及びません。モザリナは美術館が用意しておいた偽物だそうです。ロベリアさんのことですから最初から知ってたんですよね。まあ簡単なことさ。あのモザリナには眉毛がなかったからね。ちょっと待って、モザリナにはもともと眉毛などないぞ。結果オーライってことで。結果オーライじゃないだろう。本物だった時はどうするつもりだったんだ。うるさいな。私も狙ってたんだよ。いいだろう、本物は無事なんだし。はいはい、皆さん落ち着いて、いつものやつやりますよ。いつものやつ。はい、私たちは戦いの後いつもポーズをとる。いいことできるから。私は絶対やらないよ。勝利のポーズ決めるか。Thank you.
ロベリアさん、勝利のポーズの後、どこ行っちゃったんでしょうね。よっぽど嫌だったんだね。気がついたらもういなかったよ。いない方がいい。あいつはパリ歌劇団には無関タイプだ。またもや盗みを働いたな。パリ歌劇団の名のもとに叩き切る。待ちな、そうじゃないよ。この金はグランマからの特別ボーナスさ。怪人を倒したらボーナスをもらうって約束してたんだよ。懲役は減るし金はもらえる。パリ歌劇団は天国だね。隊長さんよ、この次も働いてやるからよろしく頼むよ。鬱陶しいから来るんじゃないよ。楽しませるために雇ったのではないがな。それにしても本当にロベリアってエリカが苦手なんだね。ロベリアさん、本当は私のことが好きなんですよね。来るんじゃねえって。てめえ、いい加減にしねえと燃やすぞ。いつまでも覚めない夢、私はいつまでもあなたのそばにいます。そう、いつまでも。次回「さくら大戦3刻意の花嫁」、愛の御旗のもとに。私まだ生きているんですか。
Thank you.